馬踊りのゆかり深きところなれば、とはにえ今年は試しの間に間に戻りたまいて、いともにぎにぎしく来たれる2月の12日に初馬祭を取り行うこととなりぬ。これ馬の首にほら胸にこう傷をかけるんですよ。傷をほら汚いと綺麗に馬が映らないから、綺麗に着替えてそれを胸に飾ってあげる。どう？いやー、そんくらいでよかった。いいんじゃない？竹屋根が。いいんじゃない？いいんじゃない？よかった、よかった。いいんじゃない？高さが。自分だけじゃないと思うんですけど、木田の人たちにとってはもうこの初馬祭でまして木田の御神馬ってもう誇りでもあり、もう一番で奉納する義務があるんで、もうこの木田の御神馬に就く人たちがもうすごいなと思ってたので、もう自分もこの下の人たちからそう思われないといけないと思うので、もうしっかり先輩たちから教わったことを次の世代にも教えられるように、もう毎日が勉強なので、もうしっかり頑張っていきたいと思います。去年からもう弾き始めて、もう年々やっぱり上手になってるんで、もうとにかく真面目に一生懸命してくれるからもう将来楽しみです。も弾いてる姿もかっこいいので、将来なれるように頑張っていきたいと思います。高さを見て、前から。ちょっと回しますよ。何人と歩かして。責任役員また相談。
使命をお払いいたします。見てが多いと最高。コロナ前みたいな感じなんで、ずっと楽しみです。無事に終われて良かったです。もう本当久しぶりだったので緊張もしたけど本当楽しかったです。もう絶対途絶えさせてもいけないし、もうこのいろんなところの祭りがやっていくのが難しいという話もよく聞くんですけど、やっぱこの初馬祭500年近く続いてきた伝統ですね。やっぱり自分たち世代で潰すわけにもいかないし、かといって自分たちの代だけじゃなくて次につなげていかないといけないので、しっかりしたこの5神目の木田のですね、伝統を伝えていけるようなになりたいなと思っています。